サントイコールセブは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール県のコミューン。群長所在地モルレーから3キロメートル離れている。コミューンの面積は10平方キロメートル程度と小さく、レオン地方の河口岩質の緩やかな大地の一部となっている。標高は約100メートルである。町は標高87メートルのところにある。しかし、標高は、 コミューンの境となっている二つ。このどちらの川にも、かつての水車が廃墟となって、現在も残っている。小さなコミューン内では、三十余りの集落、そして孤立したそれぞれの農場に、ほとんどの住民が散らばって暮らしてきた。居住地の分布は、過去数十年で以前とは様変わりし、モルレーへの近さに関連して、サントイコールセブの集落の中で、 強い人口業種を引き起こした。サントイコールセブを、レンルからモルレーを経由して、ブレストへ向かう N12 高速道が横切り、重要なインターチェンジが存在する。そのため陸路のアクセスが良く、県道785号線のような別の主要道への接続が良い。町の東部をモルレーロスク間の鉄道が通過するが、モルレーに近すぎる場所のため鉄道駅はない。 二つの河川の急な崖の上には、いくらか森林が残っている。町は、アルモリカ地域圏自然公園に10キロメートルほどと、近く、イギリス海峡にも近い。ガロローマ時代の定住地は、おそらく、ローマ時代にはビッタであった。コミューン名は、セイトゥグデュアルの妹、セイセブに由来する。この成人は多かれ少なかれ実在か架空か判断の、つかない、 ブルターニュの聖人の一人で、カトリック教会から正式に聖人と認定されていない。5世紀から6世紀頃、こうした聖人は、ブリテントからアルモリカへとトライした。聖、リュグデュアルは、妹の名誉にちなんだ、修道院を建てた。11世紀のトレギエ写本によると、サントイコールセブとサンマルタンイコールデイコールシャンの村は、 ドムノネ王国のレオン司教座に含まれたペイグスドーダーの一部であった。1128年以降の文書ではモルレ死者区の寄進による対立に触れている。マルムティエ修道院の修道士たちの賛意を得て、モルレイ近郊に村と小修道院が建てられたのである。この寄進はサンマルタンド・モルレイ教区の前身となった。この教区は、 サンマルタンイコールデイコールシャンやサントイコールセブを含む農村地が含まれていた。この地区の中にはトレボンペと呼ばれる土地があった。ポンペとは聖セ,セブの母の名である。トレボンペにあった聖ポンペを称える礼拝堂は現在所在不明となっている。フランス革命前のサントイコールセブはレオン市教区サンマルタンイコールデイコールシャン教区の小教区であった。 その綴りは時代と共に変化した。サントセグワイ、セントセグアとセイントスカボイである。サントイコールセブの人々は当時レスネワンのセネシャル、管轄区内にあり、1789年の第三身分陳情書において二人のサントイコールセブの人物が名を連ねた。地元の伝承ではナポレオン・ボナパルトがサントイコールセブで生まれ、 生後数ヶ月をペナンベルンのマノワールで過ごしたと言われている。ペナンベルンのマノワールは、コルストー知事で、レティーツアラモリノの恋人であったシャルル・ルイド・マルブフのものだったと伝わるが、実際には、マルブフの所有ではなく、いとこのルイーズ・ド・マルブフのものであった。1854年、モルレーで発生したコレラの流行は、近郊の町に伝播した。 1880年、当時まだ、サントイコールセブには、女性の通える学校がなかった。20世紀、農村人口流出による、長い衰退の時代の後、町は、モルレーとの良好な道路アクセスによって、数十年かかって回復してきている。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE。IN サントイコールセブの人口増減グラフ2003年以降、自治体間連合ペードモルレーが支援を行い、20ヘクタールの面積を持つペンプラビジネスエリアがサントイコールセブのいありがとうございます。